皆様ごきげんよう、ヒロモンです。この動画ではラスバレ放送局の最新情報をまとめていきたいと思います。前回の放送でミルダムでの配信が終わり、今回からニコニコで配信がスタートしたわけですけど、なんとリアルタイムの視聴者数が1万を超えたそうで、ミルダムの時は3000ぐらいでしたよね、確か。それの約3倍以上っていうね、プラットフォームが変わるだけでこんなにも見られるものなんですね。これはいい傾向だと思いますね。以前僕がこちらの新年の挨拶動画で、なぜアサルトリリーに関することで YouTube を始めるようになったのかとの思いの丈を熱く語っていたわけですけど、その中にラスバレを盛り上げたいならミルダムじゃないよねっていうのはずっと思っていました。新規で始めた方っていうのはまずは YouTube を見ますよね。だからいくらミルダムを盛り上げても新規の方は見ないよっていうふうに思っていたわけですが、これがニコニコという YouTube と同じぐらい古くから存在しているプラットフォームなら、ミルダムよりかは明らかに影響力は大きくなると思いますね。これをきっかけにさらにラスバレ界隈が盛り上がってくれたら嬉しく思います。ということで本編行ってみましょう。どうぞ。はい、ということでラスバレ放送局最新情報をまとめていきます。まずは最新イベント情報からですね。魅惑のバニーセレクションとなります。個人的にはなんですけど、色気を前面に押し出してくる系はあまり好きじゃないんですよね。アサルトリリーの世界観にあまり必要ないかなっていう風に思ってしまうんですよね、どうしても。まあラスバレ独自、逆にラスバレじゃないとこういうのは描かれないので、まあ、貴重っていう意味ではすごくいいとは思いますけどね。このチカルめっちゃ可愛いですし、原作好きの方は僕と同じように感じる方はいらっしゃるように思いますが、ラスバレやっている方が全員原作を知ってるわけではないので、一ソシャゲとしての一面も持っておかないといけないっていうことはあるでしょうから、まあ全然いいんですけどね。僕にとってはいい側面もありますし、例えばこういう系が来た時は気兼ねなくスルーできるのでジュエルの温存にはなりますね。ただ性能目線では回復の方は欲しいのではないですかね。こちらです。今回風属性で回復メモリア、支援特殊メモリア、通常妨害メモリアが来てくれているわけですけど、回復メモリアはレジェンダリーメモリアになるので回復の方は貫突を目指したいですよね。僕はまだ前回のレジェンダリーメモリアラのやつですね、その貫突が済んでいないのでどの道引きにはいけなかったっていうのもあります。ただ本当はメモリアメダル貯まったらランを取りたいんですけど、まだ藤の引けてないんで、もしこのまま引けなかったらメモリアメダルで藤のを交換してからになるので、なかなか直近のガチャで来てるものは取りにくいような現状です。皆様は直近のガチャどんな感じで引いてますかね。コメントで教えてもらえると嬉しいです。僕はバレンタイン、窓マギ、新章後編ガチャを回していて、バレンタインはピックアップ1枚で、ランはメモリアメダルや天井メダル等で交換しています。窓マギは通常のメモリアは引けたんですけど、2枚だったかな確か。あとは引けなかったので確定チケットと天井メダルで特殊を2種ゲットできました。新章後編ガチャでは絶賛爆死中です。まだご覧になられていない方はこちらの爆死動画を見てもらえたら嬉しいです。続いてはラスバレアップデート情報になります。ここにしれっと神機能が実装されています。これ多分本当にやばいと個人的には思っています。まず上から見ていきましょう。4月13日よりリリース予定となります。まずは属性攻防力のバフデバフ値の上限と下限が引き上げられることになりました。より戦略に幅が出てきそうなアップデートなので結構いいと思いますね。ただこれにより一層格差が広がるっていう部分はありますが、まもなくディビジョンが新たに追加になって、より近いレギオン様同士で当たる配慮はされていくはずですので、おそらくそこは問題ないのかなっていうふうに思いますね。2つ目、これが神機能となります。パッと見、ただウェーブ移動時にリロードが自動的になるだけで、リロードボタンを押す手間が省けるくらいでしょって思ってる方も中にはいらっしゃるかと思いますが、この機能の何がやばいかというと、レジェンダリーバトルの大量発生で何度も挑戦する手間がなくなるかもしれないっていうことなんですよね。これまで僕の安定して出せるダメージ編成っていうのは必ず確定2体でヒットするメモリアを採用していたわけなんですけど、これを操作リリーではなくサポートアタッカーに持たせていたわけなんですよね。でもそうすると、序盤ワンパンで3体同時に抜く動きがファンタズムを使うことで確率は上げれますが、それでもランダム性はあったっていうのと、結局序盤テスタメントやこの世の断り S を発動させていくっていう動きをする必要がありましたが、リロードが自動的にされるなら操作リリーに確定2体を1枚だけ持たせる動きが使えるんですよね。これのデカさはえぐいですよ。
炎用の断りエースは温存できるようになります。序盤の3体抜きはテスタメントで良くなり、ファンタズムの発動もいらなくなりますからね。テスタメントが切れた後は今度はこの世の断りエースを使うことで、従来よりも3体同時討伐数が簡単に稼げるようになりますので、コアも従来上振れで400万だったところが簡単に400万以上は行くようになるんじゃないですかね。そもそも元々操作リリーに確定2体だけ持たせて同じことはできなかったのかっていうところなんですけど、リロードボタンを押す時間がありますので、結局サポートアタッカーの方が先に攻撃してしまうっていうことも結構あるのと、連打が大変になってしまうっていうのがあったので現実的ではなかったんですよね。連打ツールなどを使えばその辺は解消されますので、連打ツールを持っている方は操作リリーに確定2体を持たせるっていうやり方はしていたかと思います。ただそれが誰でもできるようになったっていうのがかなり大きな意味を持つかと思いますね。スコアが簡単に出せるようになる分、平均値もきっと上がってしまいますね。言うてもそれに気づける人ばかりではないと思いますので、これが実装されてすぐに S キープボーダーラインが400万を超えてくるっていうことはないかと思いますが、おいおい400万到達していたとしても安心できないような時代は来てしまうかもしれません。すでにボーダーは360万くらいまでには上がってしまっていますしね。そのボーダーに負けない編成実演動画作りますので、その際は参考にしてみてください。ちなみにレジェンダリーバトル攻略動画は限定公開にしていまして、チャンネル登録をいただいている方しかご覧になることができませんので、もしレジバト攻略動画を見たいと思っている方はチャンネル登録をしていただけますと幸いです。3つ目見ていきましょう。ギガント級討伐でスキップ機能が追加されます。これもめちゃめちゃ嬉しいのではないですかね。2パン以上かかってしまっている方たちはまだ関係ないですが、いずれはワンパンできるようになりますから、ワンパンできるようになったらスキップ機能を活用していきましょう。おそらくボックスガチャ用にご配慮されたのではないかなというふうに思いますね。ありがたいです。4つ目はもう来てしまうんですね。サポートユニット4のチャーム枠とオーダー枠が解放となります。花がないって悲鳴が聞こえそうですが、本当に花ないですよね。特にピンクのやつが死ぬほどないですね。現状ピンクのやつってイベント報酬でしか手に入らないので全然集まらないんですよね。ブルーまでは結構配ったりもしてくれているのであるんですけど、何かコンテンツ追加してピンクのやつを他でも取れるようにしてほしいっていうところはありますね。このチャーム追加はかなりでかいので、まだ枠解放が途中でもサポートユニットさんまでチャーム解放が済んでいる方は、まずはサポート4のチャーム解放を目指した方がいいかと思います。サポート4にしぶしぶアタッカーを配置しないといけないっていうケースがかなり多く発生しているので、このサポート4に持たせられるようになるのはかなりでかいですね。以上がラスバレアップデート情報でした。続いてはテーマ属性に関してです。こちらは4月の11日より変更となっていまして、なんとメイン3属性が全部強化されるっていうね。いやー、またレギオンコンテンツが激化しそうな内容じゃないですか。つまり自分たちの苦手な編成を使う必要がないにもかかわらず、恩恵は全部受けられるようになるわけですからね。おそらく運営の意図としましては、属性のバフデバフ値にテコ入れをしたから、より一層その影響力を与えるためにメイン3属性を全部強化したのではないかなっていうふうには思っております。まあ苦手属性を使わなくていい分楽にはなりますが、それはみんな同じですから、どのレギオン様も全力でガチンコ勝負になりますので、チーム力、戦略がより勝敗を左右するようになるかと思いますので、考えがいはめちゃめちゃありそうですよね。次回のリーグはなかなかに白熱しそうな予感はしています。いろんな戦略が飛び交いそうなので、いろいろ皆様で議論できたらいいなっていうふうには思っております。そしてキャンペーン情報も目白押しです。レギオンチャンピオンシップアップデートキャンペーンと入間女子美術高校応援キャンペーンも開催予定です。これもしかして星5メモリア配布にイルマのキャラが来たりするなんてことありますかね。少しありそうじゃないです。キャラ実装されればよりイルマの舞台を見たいって方も増えるでしょうから、確かにこのタイミングでの実装はありですよね。再来年とか予想してましたが、いやーどうなんでしょうかね。ちょっと楽しみです。そしてレギオンリーグですが、すいません、前回のポインセチア杯は決勝戦を配信で一緒に応援することができたんですけど、今回アイドルリリーブさんに決勝戦の配信の許可をお願いしたところ、アイドルリリーブさんは心よく引き受けてくださいましたが、お相手の方の許可が下りなかったっていうことで、チューリップ杯に関しては配信することはできなくなってしまいました。今回配信どうなるんだろうと楽しみにされていた方もいらっしゃったかと思いますが、残念ながらの結果となってしまいました。皆様は予想はどこのグループにしましたか？僕は A グループ、つま
割アイドルリリーブさんが優勝すると予想していたので A グループに投票しました。配信はないですが決勝戦の結果を楽しみに待っていきましょう。最後はメインストーリー新章グランエプレ編のグッズが販売されます。今回かなり種類多いですよね。すでにサイトで受注販売中ですのでいろいろ見てみてください。僕はタペストリーと藤野のアクスターストラップミニタペストリーがめっちゃ欲しいです。ただ今回グランエプレ編ということはヘルボル編のグッズも発売されるということだと思いますので小物系はいいかとは思いますがゲーミングマットやキャラセットなどはヘルボルも来るっていうことを考慮に入れて購入するかどうか決めた方がいいかなっていうふうに思います。僕はずっとゲーミングマットをアサルトリリのやつ欲しいと思っていて何度も買おうと思っていたんですけどなんとかスルーしてきましたのでヘルボルが来るならそこでヘルボルのゲーミングマットをゲットしていきたいかなっていうふうに思います。以上ラスバレ放送局最新情報を見てきましたが動画の内容いかがだったでしょうか。今回結構いろいろ考えさせられるアップデートが多かったように思いますのでこれからラスバレが盛り上がったりより快適に遊べるようになっていくことを期待してゲームないしはアサルトリリー全体のコンテンツを一緒に楽しんでいきましょう。あと今回みたいに新イベントが始まる3日前にラスバレ放送局やってもらえると編集する時間も取れて動画も出せるので助かります。前日だともう新イベ始まっている頃に動画出すことになっちゃっていつも旬は過ぎてしまっていましたからね。ぜひ今後もそのスケジュールでお願いします。ということで今回の動画は以上となります。これからもアサルトリリーに関する動画上げていきますので応援していただけると嬉しく思います。チャンネル登録や高評価もお待ちしております。それでは皆様ごきげんよう。